工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします。6月15日土曜日、工具大好き、高野倉正人です。川瀬良子です。工具大好き、この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします。本日もよろしくお願いいたします。川さん、よろしくお願いします。高野倉さん、はい、今日も気合入ってましたね。気合ですよ。はい、さあ工具大好き、上質工具専門店、うん、ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります。はい、先週までは2週にわたって、うん、お笑いコンビ春からの泉京さんをゲストにお迎えしました。もう最近でも本当にね、こういう方のいろいろ工具ご興味あるっていう話が多くて、うん、はい、なんとですね、私ですね、ジェーンスーさんの生活は踊る、はい、お昼の生放送ですよ、はい、出させていただきまして、ジェーンスーさんがね、本当に工具興味あるのかなみたいな感じだったのが、うん、だんだん前のめりになってきて、そうそれがラジオ聞いてても分かりました、ね、分かりました。はい、いやそうなんですよ。だから本当にね、工具って割となんかこう自分の生活とは結構かけ離れたところにあるように感じるんだけれども、はい、うん、実際使ってみると使えるシーンがめちゃめちゃあって、はい、そのことをお伝えしていく中でね、もう加古さんとスーさんの顔がどんどん変わってって、うん、前のめりになってどこで買えるのっていうなっていくのを見るのがもう工具屋冥利につきました。はい、よかったです、よかったです。何でも切れるハサミとか結構スーさんに刺さってましたよね。もう何でもね、だから本当に大きい粗大ゴミをね、もうちゃんと切り刻めば普通のゴミとして出せる、そんなハサミをねご紹介させていただいたり、パソコンの上のいたずら書きを簡単に消してしまうウェットティッシュ、ちゃんと消えました、ちゃんと消えました、さすがです。よかったです。あと綺麗に取るね、もうちりとりね、はい、ヒューってもうヒルブラシ私も使ってます。あれすごいですもんね、あれ本当にすごいです ね。シャってやったら、その自分の目に見えなかったちりとか細かいゴミが全部ちりとりに入るので、はい、ってなりますね。何よりもやっぱり英国皇室御用達メーカーっていうのがやっぱりね、ちょっとググッときますよね。ねえ、はい、スーさんの番組では4つ紹介してましたよね、うんうん、はい、ぜひ気になった皆さん、過去の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、はい、そちらの方もぜひチェックしてみてください、はい、では早速今日も明るく楽しくスタートしましょう。はい、それでは皆さんご一緒に工具大好き。工具大好きは工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんと私川瀬良子が、さまざまな工具好きな方をお迎えしたり、工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組です。高野倉さん、はい、今日はですね、うん、ラジオ大阪の放送が始まって以来2人目の大阪出身のゲストの方です。超高学歴超人気 YouTuber が登場、スタトントン。工具大好き、川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。さあ早速ですが、今回のゲストの方お呼びしたいと思います。大阪出身の教育系人気 YouTuber あきとんとんさんです。工具大好きお聞きの皆様、はじめまして、縦型授業スタトントンのあきとんとんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、 YouTube で見ていた方が今隣にいます。川さん勉強してたの？でちょっと、ね、すいません、アキトントン先生、はい、すぐ断念しました。だと思いました。なんで数字見ると眠くなっちゃうんですか ね。 ね、どうしたらいいんですか先生。そういう皆さんのためのやっぱ、ね、そうです、でも、はい、アキトントンさんのその YouTube は、うん、本当に後ほどね詳しくご紹介するんですけれども、うん、そういった数字もテンポよく楽しく教えてくださるんで大変人気ということなんですよね、高野倉さん。そういうことでございますね。うん、高野倉さんの奥さんもう20代もうトントンしないですけど、トントンはもう息子さんが中学生の時にアキトントンさんの YouTube があったら、うん、もっと数学に強くなってたかもしれない。肩トントンしてもらいたい。数学トントンよりも肩トントンしろと。いろんなトントンがありますからね。ありますから、はい、うん、さあではアキトントンさん、よろしくお願いします。
大阪のご出身なんですよね。はい、今年の4月からでしたっけ、ラジオ大阪でも放送されることになりまして、はい、あの大阪の皆さんに何か一言、地元のみんなとかありますか。はい、なんとかちゃんとか言うのやめてくださいなんとかちゃん聞いてるとか言うの、おかんとかなんかありますか。寝屋川市の、まあ、寝屋川市代表のアキトントンが、はい、まあ、もここまで大きくなったよみたいな、はい、これからも応援してください。すごい、よろしくお願いしますお願いします。やっぱ地元の方はね、はい、地元出身の方がラジオとかに出てると嬉しいですからね。さあ、では改めて、うん、アキトントンさんのプロフィールをご紹介させていただきます。今おっしゃったように大阪府寝屋川市のご出身です。立命館大学理工学部に入学し、電気電子工学を専攻。卒業後は京都大学大学院に入学。流体力学、初めて言いました、流体力学という分野を、ね、初めて言いました、うん、流体力学という分野を研究なさって、その後楽天グループ株式会社に入社。楽天を退職後に YouTube に本格的に力を入れ始め、退職後わずか1ヶ月でチャンネル登録者数が10万人を突破ということなんです。数学や理科の楽しさ、分かりやすさを伝える YouTube チャンネル、楽しい授業動画アキトントンは現在はですね 44.5 万人の登録者数で、 TikTok もなさってるんですよね。登録者数は 51.2 万人、合わせて100万人近いフォロワーの皆さんに支持されている人気 YouTuber のアキトントンさんです。いや、もうプロフィールから流体力学も気になりますけれども、まず電気電子工学ってもうこれは何ですかっていうところから聞いてもいいですかまあでもその名の通りなんですけど、まあ、電気と電子に関することっていうことなんですけど、はい、まあ、物理を基本的には勉強してて、はい、電気回路だったり、はい、電磁気学で、学年がちょっと進むとなんか量子力学っていう、うん、聞いたことがあるような分野をやるっていう、まあでも幅広く物理やってるイメージです。へえ、漁師ってお魚じゃないですか。そう、それも何ですか、漁師力学。そうですよね、まあ、ボケに磨きかけたよねすごい、漁師力学なんでそのお魚、そっちじゃないなっていうのは分かるんですよ。すごいな、母さん漁師力学って何ですか。素晴らしいですね。もう何ですか。いや、でもそのなんか目には見えないその粒子とかいうか粒みたいな、はい、その辺のなんか、はい、もう本当に見えないところの話をする分野ですよ。見えないところだけど研究するんですか。研究してる人もいます。もう難しすぎて僕はちょっと触りしかやってないんですけど。アキトントンさんでも難しい分野なんですか。そうですね、僕は。はい、でもまあ電気系っていうことは、うん、まあどういった、まあ、いろいろあるじゃないですか、類としては、はい、まあ、どういった部門を勉強されてきたんですか。学部では、うん、そうです、そのプログラミングとか。プログラミングの方なんですね。そうです、ドローン。だから楽天とか最初に就職されてるってのもあるわけですね。そんなことないですか。またちょっと違うんですね。そんなことちょっと話せば長くなるんですけど、うん、英語僕結構好きで、はい、その理系だけど英語をめちゃくちゃ勉強してて、喋りたいっていうのがあって、はい、だから 楽天は社内教養が英語なんですけど、はいはいはい、それで入ったっていうのと、あとはそれこそ理系がちょっと難しすぎて、うん、難しすぎてというか、まあ、自分の肌に合ってなくて、うんうん、勉強はできるんですけど、はい、なんか実際に実験していろいろやれって言われた時に、はい、考える力があんま向いてないなと思って、でその英語の道をとりあえず行きましたね。でもどうしてその前は電気電子工学を学ぼうと思ったんですか。これが本当にもう高校生の時のカッコつけたい自分がいて、うん、なんかその大学生って、まあ、テレビとかドラマとかで、まあ、例えば僕だったら立命館大学理工学部電気電子工学科、うん、アキトントンですみたいなこう、うん、名乗る時に、はい、長ければ長いほどかっこいいって思ってた自分がいたんですよ。でそれでまあ一応理系だったんで、はい、長い学部を探して、あと就職率もまあいいところに就職できるみたいな噂を聞いてて、はい、あ電気電子工学にしますみたいな、本当にもう何もまあ、考えてはいたんですけど、ちゃんと考えずに選んだ結果、はい、
こんな感じになってしまいました。それで入れちゃうところがすごいですよね、うん、だってそんなに好きじゃないわけですよね。だからね、それをこう、そうですね、勉強をすることに対しての抵抗感はないけど、うん、そこから先の研究を進めるとかそういうことに対して、うん、あまり情熱が傾けられなかったと。あ、そうです、その通りです、ですよね、まさにそうです。なのに京都大学の大学院に入っちゃうっていうのはそうですよ。だからこれにみんな食いついてるわけでしょ、その、あの、はい、チャンネル登録のお父さんとお母さんとかね。だからやっぱりほら、自分の子供たちはさ、すんごい算数に興味あるんだけど、うん、あの勉強をちゃんとできないと、逆じゃない、うん、普通は、うんうんうん、ね、何かこう作ることには興味あるけど、はい、ちゃんと基礎的な勉強になると、なかなかちょっと継続していくとか、それに対して興味を持つってことってできないね。例えばアスリートだってすごい野球興味あるけど走り込み嫌だとかね、なんか下半身トレーニングしたくないとかあるけれども、うん、そこの部分はできるんだけど、ね、アスリートになりたくないみたいな。そっかそっか、なんでっていうのはあるんですけどね。でもそんな電気電子工学って、あの、工具使ったりとかイメージですけど、そういう授業とか研究ってあるんですか？うん、もちろんそうですね。実験、はいはい、電気回路作ったりとか、何か機回路、はいはい、研究室に配属された時には自分で実験するんで、僕はもう工具から、流体力学の時は自分で実験具作ったり、それこそ 3D プリンターとかの。流体力学ってわかるか？わかんないね。お魚って言っちゃうくらいだから。全然わかんないです。流体力学ってあれですよね。それこそ、風洞とかですよね。車で言ったらね。とか飛行機が飛ぶ理由とか。車のね、レーシングカーとか作るときに、はい、レーシングカーの模型みたいなのをまず最初こう作るわけですよ。でそこに風をこう送り込んでいたときに、その風 あの速さとか方向がどう変わるかみたいなことを研究するんですよね、はい、そうですね、まあ、そう大きく見たら、うん、大きく見たら、はい、でそれによって要はこう車を地面に押さえつける力を強くするには、どこをどうデザインすればいいかみたいな、そういう研究をされてるってことですよね。そういうのが流体力、まあ、僕は水の流れを、水の方なんですか、はい、へえ。じゃあそうすると、水ってことは、ほら、水ってね、川って放っとくとどん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 こういうふうに、あの、蛇みたいに、こういうふうにね、あの、SGSG 作っていくんですよね。で、その原理原則みたいなことをこう学ばれて、で、そこから、水の流体力学を勉強した先には何があるんですか、その、極めていくと。どういうことにやる、ダムとか。ダムもそうですし、うん、その何かを冷やす時に水をかけるじゃないですか、はいはい、その時の効率よく冷やす方法とか、その気泡、熱いものに水をかけるとプクプクプクってなるじゃないですか、はい、あれがその冷やすのを阻害するんですけど、それがどういう風に阻害するのかとかを研究して、効率よくこう冷やすとかを、僕最近学んだんですけど、はい、温度差っていうのが、あるからエネルギーが生まれるんですよね。あ、そうですね。ほら、俺ちょっと最近学んだって。そうですよね、同じ温度のところではエネルギーが生まれないんだけど、うん、温度が高いと低いがあるからこそ、そこにエネルギーが生まれて何かが動き出すっていう。何が動くんですか？だからもう全てのものはそうですよね。エンジンもそうですね。簡単に坂道とかも高低差があるから、コロコロコロって転がるイメージです。だからそれ、高低差があるからエネルギーも動くよみたいな感じ。うん、今私の頭に水かけてほしいです。冷やしてほしいです。そうですね。あ、でもその流体力学って、その字が、あの、漢字が流れるじゃないですか。本当、うん、風の流れとか、うん、水の流れとか、そういうことなんですね。うん、いやー、すごいですね、アキトントン先生。だからアキトントン先生はさ、うん、あの、これ本当にその子供たちの勉強もそうなんだけど、うん、ちょっとね、工具をその持ってらっしゃる知見を生かして、こう工具を作ることとかって、これね、本当に僕らは工具を使う人の方からいろんなアイディアをもらって工具を作るんですよ。だけどこの流体力学をやってらっしゃる人の観点とか、あと例えば温度差を使ってどういうふうにエネルギーを生み出すかみたいなことの観点から工具作ったら結構面白いんですよ、なじゃないかなって今思いました。工具も作る段階からアキトントンさんなどに入ってもらって、これ ね本当にね、あの、なかなかそういうね、ちょっとそういう視点でものづくりとかする人って結構 いなくて、工具の世界は工具屋さんだから、やっぱ工具を作るっていうことだけに結構集中しちゃうんだけど、全くその工具を知らない人が物理学の観点で工具を使うから、
全然違う形になったりするんじゃないかなっていう今思いましたね。ハサミとかこうね、そう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 、そこのだからどうしてもね、人間ってね、物事を考えるときに当たり前の常識を中心に発想を作り上げていくでしょう、うん、だそうするともう工具ってこうあるべきだみたいなのが僕らの中にあるわけですよ、うん、でもそうじゃなくて、あまり工具と関係のない流体力学を勉強している方から考えてたときに、その工具が何に使うかではなくて、パッと見たときにこれもっとこうしたらこの機能を高められるんじゃないかなっていう、そのシンプルなアイデアいただけたら嬉しいな、うん、嬉しいな。ジャストナウですか。本当まさにそんな感じでしたね。もうこの後会議来てぐらいでしょ。要求厳しいからね。確かにもういやでも確かに新しい工具が生まれそう。面白いですよね、そういうのね。秋トントンさん、今までその授業の中でもいいんですけど、うん、工具使ったりとかもなさってて、なんかこうあるあるみたいのあります？ あるある、うん、まあでも面白話として、僕の友達がやってしまったミスがあって、はい、その工具を整理してた時に、うん、これはネジだとか、なんつうの、OK で分け、直径で分けるとかやってたんですけど、はいはい、その時ワッシャー、うん、丸い穴の開いたやつがあるんですけど、うん、ワッシャーを集めてる時に、うん、なんかこれ割れてるわって言って、そのスプリングワッシャーっていうのが、うん、この切れ目が入ってるワッシャーがあるんですけど、はい、それを丸いワッシャーに、はい、ちょっと切れ目があって少し段差がついてるような。あ、そう、段差ついてる、すごいすごい、もうまさにそうです、段差が見たことある、はい、すごい、あるあるある、それを、でもスプリングワッシャーっていうんですね。そうそう、はい、それを知らずに、まあ、ワッシャーは知ってたんですけど、はい、スプリングの方は知らなかったんで、ワッシャーがまあダメになったもの、まあ、割れてるものだって、うん、全部捨てちゃった子とかはいやでもやるかもしれないです、はい、でも今知ってたじゃないか、はい、いやそう、はい、予想に反してなんか IKEA とかの家具についてたなみたいな、まあ、確かにあったりします。はい、あれ何ですか、分かりますか、多分あのこれ聞いてらっしゃる、ね、皆さんでも確かに何が違うんだろう、あれなんであれ2つ入ってるんだろうとか考えなかった。確かにワッシャーとスプリングワッシャーの違いってことですか、用途の。ワッシャーは分かるじゃない、なんとなく六角になってて、それ穴入れた時にワッシャーがあった方がこうなんか収まり良くなる。あ、確かにこのネジとの間に挟みますよね。なんかそれ分かる。スプリングワッシャー、スプリング、切れ目、スプリング、切れ目、段差、段差、はい、うん、答え出なさそうだ、ね、しかもなんかアキトントンさんの前でなんか変なこと言えないです全然わかんないですね。えいや僕もそんなにあの意識して使い分けてた方ではないので、はい、ちゃんとした答えを聞きたいです。アキトントンさんにも知らないことがあった、よかった。簡単に言うと、こう緩めをね、こう止めるっていうか、うん、緩みづらなくするっていうような機能として、このスプリングワッシャーが、はい、めちゃくちゃタイトに締まってるところは別なんだけど、うん、まあ、家具のネジとかなったぐらいだと緩み止めになるんですよ、うん、あれ入れとくと、へー、うん、っていうようなものなんだけど、はい、ただその機能としては分かりづらいので、うん、そのね、物理学的に見てもよく分かんないよね、あれ、こう、この、まあ、このスプリングの状態があ、でもそうか、スプリングの力でこう押さえつけるからね、緩み止めになるっていうところなんですけどまあそういうのはよくありますよね。でもね、分かんない、世の中には分かんないものいっぱいあるんだよねでもちゃんと役に立ってんだ、そういうの。そうですよね、捨てちゃダメなんで失礼しました、捨てちゃうかも、はい、壊れてるって電話するかも、電話クレームの、はい、電話するってのがちょっと一昔前の人だよね0120 電話もうないから、フリーで秋トントンさん、うん、他になんかこの工具好きだったとか、なんか印象に残ってるものあったりします？挟んだらそこの長さが分かる、はい、あ、のぎす、あ、のぎす、のぎす、おー知ってるですそれ今日なんかすごいね、川瀬涼子秋、ね、トントンさんの前にいいとこ見せてくれて、ね、川瀬涼子の成長ぶりが今日すごい私2年目なんですよ、はい、うん、でもそうです、のぎすがもういろんなところに使えるなというか、なんか機能が多すぎて感動しました。のぎすの機能ですか、初めて使った時に、まあ、それこそ挟むのもそうですし、なんかこう下にやったら、うんうん、穴の深さが、あ、そうです、深さが分かる、そうなんだ、うん、知らなかったですそう、だから外側も測れるし内側も測れるし、あの、まあ、深さも測れるっていう、うんうんうん、それは一本のものの中に全部あるのと、 あれだと本当理屈として分からないのは、あの、要は小メモリと本体にあるメモリがまっすぐこう重なり合ったところがサイズっていうのも、
あれね、未だにちょっと僕もよく分かんないんだけど、1.5 とか 1.6 の点6をどうやって見るかっていうと、うんうん、本体についてるメモリとその移動するメモリが重なり合ってぴったり一直線になったところが 0.5 だったら 0.5、うん、0.6 だったら 0.6、 それで 1.5 とか 1.6 ってのを見るっていうのがノギスなんですよ、はい、あれ発明した人天才ですよね。ねえ、アキトントンさんもそれ発明してたらね、YouTube やんなくてもよかったと思う。一つで、いや、あれマジですごいですよ、ノギスってね。そういうやっぱ楽しさとかちょっと驚きがあったんですか。そうですね、ノギス初めて分かった時はいろいろ測りました。ちょっとこう挟んでみたくなりますよね。ノギスは以前番組でもね、あの平島夏美さんになんかちょっとご紹介しましたよね。そうですね。ネジの太さが分からないとかそういう時に、それで測ってからちゃんと買いに行くってことですよね。まあ本当にね、あの測るものってすごく重要なので、こうよくね、それが人生の物差しだとか言うでしょ、あなたの物差しは何ですかって言って、要は本当に測るものってのはすごく重要なので、それが正確でしっかりと測れるものを使ってものづくりしてるかしてないかってすごく重要なんですよ、でなので世界中の工具メーカーもそうだけど、ものづくりの現場に行って開発の人と話をするときに、その人が手に持ってるノギスがどこ製のものかを見て、どのぐらいのこだわりがあるかっていうのを僕ら見るんですよね。で圧倒的に世界で評価されてるのが三つとよっていう日本のブランドのもので、これはもう皇室の方がその工場訪問したっていうぐらい、もう本当に素晴らしい会社なんだけれども、それがもうアメリカ行ってもヨーロッパ行ってもアジアの工場に行っても、皆さん開発の人は手に三つとよのノギスを持ってるんですよ。日本メーカーです。うわ、なんか誇らしくなりますね。いやいや本当なんですよ。でそれ結構それをあの物差しにしてる人いっぱいいますよ。まさに物作りのね、まさに、ノギスは、マイノギスは持ってます？マイノギスは持ってなかったです。だから研究室にいっぱいあったやつを使ってます。見てくださいね、何があるのかなってことでね。そうですね、もしかしたら三つとよ、間違いないと思うんですけど、ね、かもしれないですよ ね、はい、わ、それも面白いですね。さあ、あっという間に前半終わりなんですけれども、この後もですね、はい、アキトントンさんと一緒にお届けしたいと思います。工具大好き、川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。さあ、ゲストは引き続き教育系 YouTuber のアキトントンさんとお届けします。立て方授業スタトントン、アキトントンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタトントンでございます。後半、はい、高野倉さん、ここからはですね、あのアキトントンさんからのリクエストがあるんですよね、あの高野倉さんが最近感動した工具を教えてください、ということです。はい、楽しみ。今年ね、3月1日に神戸のね、六甲アイランドっていうところにギガファクトリーや神戸というお店をオープンしたんですよ。なんと350坪で、今まで見たこともないまさに工具のワンダーランドなんですけど、でそこにね、まあ、いろんな工具ブランドさんがブースを展開してまして、ちょっとねおすすめの工具みたいなものがいろいろ置いてあるんですよね。でオープンの時に、これもう大阪のメーカーさんなんですけど、メリーさんっていうですね、電気技師の皆さんとか、電気工事の現場でめちゃめちゃもう長く歴史ある、室本鉄工という会社なんですけど、ブランド名メリーって、このメリーさんの、商品って実はめちゃめちゃ地味でね、ね、分かります。なんかこういいものを作るんだけど、ちょっともうちょっとこうなんか派手にいった方がいいんじゃないかなっていう感じがあるの中で言うと地味なブランドなんですよ。なんでなかなかこうスポットを浴びない、ブランドだったんですね。でそのブランドがいろんな工具持ってきた中で、なんかちょっと地味だよなと思いながら使ってみたら、まあすごいっていう商品がありまして、あまり今まで気にかけてこなかったのに実力がやばいというですね、このハサミ持ってきました。ハサミ、ハサミというか、これメリーカッターって言われてるものなんですけど、商品名はメリーカッター、SX5 って小型軽量タイプってやつなんですけれども、とにかくですね、もういろんなものが切れるんですよ、で、あらゆる、ちょっと柔らかい軟材系のものですね。例えばプロテクターですね、通信モールの電気の周りにこうプロテクトしてあるやつとか、あとゴムとかウレタンとかナイロン、あとホースね、あとは木、あとロープ、木も切れます。急に全然違うものが、はい、あとベルトとか樹脂板とか動物の骨も切れますと。どうするんでしょうね、動物の骨とかもね、食べた後のですね、手羽先ですね、そういうのもカッツンカッツンいけますよ、はい、あと電線、
まあ、リボン線、まあ、樹木幅広紙、まあ、いろんなものがこう切れるんですよ。紙ってこの紙ですよね。はい、紙でございます。紙も切れるの、はい、切れます。こんな薄い、はい、そういうものも切れます。で、まあ、ハサミって最近っていろんなね、まあ、海外で作られてるものが多いんですけども、メリーさんはこだわりの日本製ということで、国産のハサミなんですね。で見てね、あ、ハサミだなって、何がいいんだろうなってよくわからないと思うんで、もう何も言わずに、うん、何も聞かずにですね、今までいろんなもの切ったご経験があるトントンさんにですねチョキチョキしていただこうかなと思います、はい、まずあの、まあ、このぐらいのちょっとケーブルね、太さでいうとこれ2センチぐらいですかね、はい、20ミリぐらいの、まずあのハサミ自体はなんていうのかな、うん、あの植物の枝とか切るときに使うハサミの形状に、剪定バサミみたいな形状なんですけれども、ね、はい、あの片側、片刃なんです完全に、うんうんうん、であの下顎のところが要はまな板みたいに薄いナイロンの板がついていて、はい、板ですね、本当だ、歯じゃない片方が、はい、で上が歯になってて、それがまな板に向かって歯を落としていくっていうような形で、切れるものなんですよ、はい、まあ、なんでハサミの形状はしてるんだけども、うんうん、通常のハサミみたいに2つの刃がこう交差して切っていくっていうんじゃなくて、まな板の上にこう刃を落としていくカッターということなので、ちょっと試していただきたいなと思うんですが、まずケーブルいきましょう。はい、はい、お、まあ、すごい、いいリアクションでございます、ね、ありがとうございます。どうしよう、切れなかったらと思ったんですけどすっごい笑顔になりましたね。いや、もう切り続けたくなるでしょ。そうですね、ほら、切れ味みたいな握り心地とかどうですか。いや、もう本当に自然に多分誰でも、はい、それって切り口見てください。あ、すごい綺麗ですね。美しいですよね、綺麗に切り口が綺麗。じゃあちょっとあの川瀬さんも切ってもらおうかな。あら、うん、川瀬さん、川トントンも、川トントン切ってみましょう。いいですか、はい、メリーさん、はい、いきます、はい、あ、綺麗でしょ、すごい、ね、スパッと、スパッと切れました、ね、本当き、あの切れ味もですけど、切り口の美しさにびっくりしますね。もともとメリーさんって電気屋さんに人気あるやつだから、はい、ケーブル切れるの当たり前だっていうふうに思うわけですよ、ね、なので、でもケーブル切れるの当たり前だから、じゃあそのケーブル切りつつケーブルをガードしてある、うん、さっき一番最初に言ったプロテクターですね、はい、これね、プラスチックでいろんなちょっと複雑な形状してるんで、うん、一発で切るのって大変なんですよね。よく家の中にもありますよね、ケーブルをこうかぶせてあるやつですね、うん、これ切れるのでちょっと切ってみてください。ちょっと緊張しますね本当に切れるの？いける、いけるの？みたいな、なるべくちょっと根元の方まであの、そうですよね、加え込んでもらって、うん、スパンって切っていただけると、結構今奥まで入れてますね、うん、形がね、いきますね、はい、あー、でも余裕ですね。余裕だし、これも切り口見てください。綺麗ね、そうなんです。やっぱりね、この切り口の綺麗っていうのがすごく重要で、あのバリが出たりとかそういうことがないんですよ。母さんも切りたい、切りたい、これずっと切りたかったんですよこのなんか、あ、すごい、ね、あのコードの配線とか隠すとき、そう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 、こういうカバーやって、まさにそれです、それです、やって、はい、ちょっと長さ切りたかったとかあるときに、もうカッターで切れ目入れてバキッて折ってました。そう、 でそうするとそこがケバケバして手で、あの手傷つけちゃったりとか、あの血が出ちゃったりとかするじゃないですか。でそうやって綺麗に切れればもう本当に大丈夫なので、すごい楽しい、ね、楽しいでね、これね、ここに鉛筆あります。鉛筆はちょっと、鉛筆が1本、さあそのハサミで鉛筆切れるんでしょうか、いってみよう、はい、えって毎回この緊張しますよちょっと切ってます、はい、いきますね。あー、すごいですね。しかもめっちゃ簡単に切れちゃいますね。切れ口が、しかも鉛筆なのに綺麗に切れるというものです。ちょっと母さん、簡単でした、簡単、簡単でしたね。どうするぐらい、はい、これも奥まで入れた方がいいですか、うん、奥まで入れて、おー楽しい、切れつつもうほんと粉砕してくれるぐらいの気持ちよさ、ね、じゃあね、ちょっと今鉛筆細いじゃん、鉛筆が柔らかく感じる、鉛筆細くてそんなに綺麗な手目だよって言って、うん、今日ねハケ持ってきました。ハケは切れないですよ。ハケのハンドルの部分って太いでしょ、はい、これは切れないでしょう、うん、さあトントン切れるかな、トントン、うわ、ほらすごいですねこの最後決めるところが綺麗に、すごい断面がもう綺麗に切れちゃうんですよ、いいですか、ハケですよ、ハケのハンドル部分を今切りました。
え、めちゃくちゃすごいですこれね。めちゃくちゃすごいですか。ちょっと聞いた聞いた、いいですか。いやいやいいですよ、まあ、いきますよ。母さんやるとねいっぱい切っちゃうからね。いきます、うん、はけ。すごい切れた。綺麗に断面がすごいですね。本当にね、まっすぐで木も切れるってこういうことですね。ね、ピアノ線とかね、うん、そういうものはダメですよ。でもこう身の回りにあるこういったものは全部綺麗に、優しく切れるんですよ、うん、でなんでこんなに簡単に切れるかっていうと、うん、そのローラーを使って握る力を補助してくれるみたいな形で、切りやすくなってるんですね。小さい力で大きい力が出せるように、工夫されている形状になっているということで、うん、誰が切ってもそれなりの、力でカットできるっていう機能になっているっていうのが大きな特徴なんですね。これ本当プロの電気工事の現場で使うものなんだけど、はい、家にあっても使う用途いっぱいありそうでしょ。使える使える、うん、でこれあと日本メーカーらしくすごいところっていうのはこれね、歯が消耗したらね歯を変えられるんですよ。で土台になってるその相手側ですね、歯の下側でまな板のように受けている樹脂の部分あるじゃないですか、はい、これもなんと交換ができると。でいうことで、なんていうのかな、あの EC とかそういうので見ただけだとなんか信じられないじゃないですか。しかもこの切れた時の心地よさって切った人しか分かんないでしょ。はい、うんうん、でもその神戸のギガファクトリーギア神戸ではこれサンプルがあって来た人たちがみんなスパンスパン切ってたんですよ、うん、カースさんみたいに楽しいもん、ね、楽しくなっちゃって、うん、それでこんな切れ味あの体験したことないって言ってみんな買ってって、でそれでもうこの数ヶ月ベストセラーになって、いや本当にね供給が間に合わないぐらい売れたんですね、神戸発信で。なのでぜひちょっと関西方面の方ね、六甲アイランドのギガファクトリーが神戸行くとこういうね体感コーナーいっぱいありますんで、あの車でもアクセスできるしね、あの駅直結だし、まあ、あの非常にあの楽しんでいただけると思うんですよ。で僕も、こんなに工具屋なのに行って体験して感動した工具っていうので今日ご紹介しました。はい、ご紹介ですね、うん、どうですかこちらのハサミ。いやもう感動しましたね。おー、うん、ねえよかった。何切りますアキトントンさんだったら。紙とか。あ、紙やってみます。紙もこれあの付箋。え、付箋いっぱい。あ、いっぱい束ね。束になってるでしょ。で付箋ってね絶対切れないと思うじゃん、その束になってるやつ。行ってみてください。あ、すごいですね。ね、付箋が切れちゃうんですよ。あの、なんですか、ずれなく切れるというか。そう。切ったことあるんですけど、こういうのも、うん、ずれるじゃないですか。髪がずれますよね。髪がずれるというかね、うん、それこそこうよれちゃうっていうか。そう。で、それが本当にスパーッとこう綺麗に。まさにすごいですね。確かにでも紙だったらいっぱいあって、うん、なんかシュレッダーやるほどじゃないなって時にこのハサミで生活の中で使えそうですね。そうですよ、いろんなシーンで使えると思う、だからハサミってね、2つの刃をこう重なり合わせて切るものだけじゃなくて、こうやって包丁のようにまな板の上に包丁を落として切るようなハサミがあって、それがこんなに切れ味よく切れるんだと、うん、日本人ってのは本当にね、あの切れ味に関しては感性がすごく高い民族なので、はい、皆さんはこのね切れ味を楽しむっていうね、うん、それが DNA の中に入ってる民族なので、ハサミってやっぱりねいいものを持つとやっぱりね心地いいですよね、うんうん、切りたくなる、切りたくなる、ね、やっぱさすがですね。やっぱりご先祖は武士だったですね、多分ね切ってたんでしょうね、はい、いろんなものを ね本当にご縁だけは切らないようにお上手にお後がよろしいよね、お後がよろしいよね。ということで一週目あっという間でしたね、はい、はい、ということでアキトントンさん来週も一緒によろしくお願いします。お願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうトントンでした。さああっという間にエンディングです、うん、はい、高野倉さん今日のゲスト人気 YouTuber のアキトントンさん、うん、いかがでしたか、ね、なかなか我々ね理系の方とはやってね深掘りしてお話しすることないので、はい、緊張しました、ね、緊張しましたけれども、はい、勉強になりましたね。なりました、うん、ちょっと数字のことを、うん、はい、なんだろうな、身近に感じられるようにもっとアキトントンさんの YouTube を見ようと思いました、
だからさ、なんですか、いやいやいや、なんですか、そのすごいじゃない、どうせみたいな、すごいじゃないか、あの向上心が最近ね、ありますよね、よかった、はい、うん、本当に、ね、でね、やっぱちょっとね、今日お伝えしなきゃいけないのは、はい、今ですね、あの東京近郊にお住まいの皆さん、うん、ただいまですね、東京天王洲あるシーフォートスクエアで年に1回のギアフェスタ東京パルーザ開催しておりますので、はい、50ブランドが揃う本当にね、もう大変な、イベントやっております、はい、で夜7時までやってますんで、うん、お近くの方はまだ間に合うと思います、はい、電車でも行けますし、確かに、バイクとか車でも駐車場ありますので、ぜひ今からちょっと行ってみようと思ったですね、うんうん、あの本当に見たことのないすごい工具が、はい、ご覧いただけるんじゃないかと思います。川瀬も高野倉も多分パラパラしておりますんでいますいます、はい、ぜひお立ち寄りください。ちょうどねオープニングでお話ししたその、うん、ジェンスーさんにもご紹介した工具とかも売ってるってことですよね、はい、あ、そうです、もちろん売ってますんで、すごい、はい、もうどこで買えばいいのかって、はい、結構あの後連絡来たりしましてねファクトリーガーで売ってるよっていうのね、ラジオで言ってんだからねということでございます。で、あとはあのラジオ大阪をお聞きの皆様はですね、はい、6月29日、うん、ギガファクトリーギア神戸ですね、うん、六甲アイランドにあります、ファクトリーギアで、ギガフェスタを開催する予定ですので、はい、うんうん、こちらもお楽しみにしていただければなと思います。いや、いいですね、本当、はい、行くともうこんなのも欲しい、あんなのもあるの、はい、みたいになりますからね、はい、ある程度の覚悟はしてきてくださいその前に欲しくなっちゃうんで、はい、大きめのエコバッグ持ってエコバッグ持ってない方はザブ買っていただければぜひお願いします。はい、はい、ということで次回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。工具大好き、ここまでのお相手は川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人でした。また次回、工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょう。さようなら。工具大好き、この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りしました。